キング・リンチェ・プリンス、キング・ル・プリンスル。最終回に言及ハッシュタグに反響、殺到涙出るその言葉が嬉しい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・リンチェの冠番組日本テレビ系キング・キング・ル・プリンスル。 毎週土曜13時30分から関東ローカルの公式ツイッターが12日更新された。レギュラー放送の最終回に言及し、添えられたハッシュタグに反響が寄せられている。岸型キング、リンチェプリンス、キング、ルプリンスル。最終回に言及。同番組は13日の放送をもって、レギュラー放送が終了。 20日には番組初となるゴールデン2時間スペシャルが放送されることが決まっている。投稿では66回の放送から選ぶ爆笑名場面、メンバーの素顔を暴く垂れ込み企画、と13日の放送内容に言及。続けて1年半でぐっと仲良くなった7人。 都道グループと共にレギュラー出演していたお笑い芸人の劇団一人と、正式なレギュラーではないが、番組初期から全ての回、2022年8月6日、13日は新型コロナウイルス感染のため欠席に出演していたお笑いコンビアンタッチャブルの山崎博成も含む7人のことを綴ったハッシュタグが添えられている。 この投稿にファンからは、ハッシュタグ涙出る、その言葉が嬉しい、仲良くなれてよかった、楽しみにしてます、と反響が殺到した、モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事、モデルプリス、平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身、圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。